クラブルックをご覧の皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。シアタブルックです。ここでね、皆さんにお伝えしたいのは、12月20日のザ・ソーラー武道館。これがね、これをだ、どういうことなのかということをもう一応説明しておきたい。そのですね、まさかのぼること2010年そのインテンションのツアーの時に、なんか楽屋で私がみんなに聞くわけですよ。武道館ってやったことあるみたいな、なんか俺聞きましたよね、うん、実は3人ともなんかで出たことあるんですよ。サポートでね、サポートだったの。それで俺だけ実は武道館のステージに立ったことがなくて、見に行くばっかりだったんですよね。それで2010年ぐらいに、あかん、これはロックバンドをやっていて武道館にのステージに立たずして死ぬことはありえないという、考えのもとに、武道館やるぞみたいなことを言い出したわけですね、私。それでなんかふんわり実行委員会みたいなのを作ったりをしてたところに311がドンと来て、それでその実行委員会はこう一応こうなんか一時停止し、でそんな中でその、復興イベントでこうアコースティック弾き語りイベントなんかをこうやっている中で、5月とか6月ぐらいになってくると、でもこれ地震が来て大変なことにはなったけれど、この武道館をやりたいというその思いを取り下げる必要はないんじゃないかと思ったわけですね。でも状況は全く変わってしまったし、これ、以前の考えと同じような武道館をイメージすることもできないということになり、どうしようかなと思ったら、はたとひらめくわけですよね。もう電気全部ソーラーで作ったやつでやればいいじゃんということになり、でソーラー武道館って言い出すわけですね。最初完全にそのいわゆる私の暴走から始まったわけですが、妄想が暴走しだしね、はい、それででもこう仲間がこう強力な仲間がバンバンこう集まってきて、結局12月20日はやりますね。やります。どなたが？たくさん来ます、はい、チャボさん、チャーさん、加藤時子さんもいらっしゃる、うん、あとラブサイケデリコ、サリュー、グレープバインの田中、トライセラトップスの、和田くん、奥田民生、斉藤和義、あとドハツテンのマスコくん、あと、レオナ、レオナ、藤井フミヤ、あと吉川浩二、あと屋敷豪太、土屋公平、浜崎隆史フライングキッズ、ボンネット、ボンネット、サンパウロ、サンパウロ、インディーズ電力、インディーズ電力、シアターブルみたいな、はい、漏れてないっすよね。漏れてないっすよね。多分漏れてないと思う。漏れてないっすよね。漏れてたらクレームいただきます。はい、これすごいですね。よくみんな本当にこの日に集まれたっていう。やりますよ、だから。やりますよ。太陽の電気でやります。だから途中でなんか絶対止まったりとかすることもひょっとしたらあるかもしれないし、でもそういうのが、なんつうんだろう、伝説になると思うんですよね。これはいわゆる巨大な社会実験ですから、なんだろう。その場にいないとね。いないと、そう、後から見るんじゃなくてその場に。体験してほしいよね、と思います。で、こうなんだろう、みんなでこうなんか将来のことを考えるみたいなこう時間に絶対なりますから、ぜひ皆さん体験しに来てください。シアタブルックでした。